できる、うん、はい、お願いします。お願いします。さあ、奈良です。八島トークもそこそこに、はい、でも地元の人のトークしせないかんじゃない、やっぱ香川県四国の奈良だっていうことで、うん、あ、そうですね、八島トーク、八島トークしてから入ってよ八島トークね、八島トーク、カーラ投げ、カーラ投げプロ雀士でやる前にまあそうですね、まあ、あの麻雀の次に何が得意かって言ったら、うん、カーラ投げですね誰も分かんないよはい、はい、八島トークもそこそこに行きますか。はい、行きましょうか。どんなんですか今。あ、そう、ポイント見ますか。うん、恒例のですね、なんぼですか、うん、1128、あと272ですね。はい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 、ということは、ということはですね、うん、27万点のトップで1回です、一発ですね。よしよしよし、はい、取りますか。はい、やりましょう最近のまあ、なんですか、あ、ルールをした押し間違いだった、もうおじいちゃんと一緒やん、これだから八島県お前な八島、八島結束力強いからさ知ってるでしょ、北高生多分、うん、強い、八島結束力強い、八島批判しようものなら全員できますみたいなそうだよ俺八島大好き、あ、そうそうでしょ、お願いします。いいハイパイ、はい、いいね、本当にいいよ、いいっすね、ドラチーピンでね、酸素値は、お、こういうのさ、うん、まあ切り順順難なんだけどさ、なんちゃらし、うん、なんかサンマやってると難順ってうっかり切っちゃうことが多い。どっちでもいいよね。そうなんや。うん、関西のサンマだったら難順って切る。うん、でも、うん、ありありの4人打ちなら順難って切る。まあこの手だったら、うん、どっちでもいいんだけど。うん、この薬杯をね、うん、どっち後にするかって言ったら自家製杯をさ、うん、後にするから、ただサンマの後だったらうっかり逆に切ることが多い。もう切り替わってる、うん、きたきた、いやー、これ45579って、最初に習うやつ、やだな、吐く、どうですか、やだけどパーマン切ってもね、ブロッソーパーソー、いきますか、目つぶってね、うん、一応イシャンテン取りますか、うん、サブロッソーパーソー、この急走がね、これすぐ切ってたわ最初、え、このこういう急走、あ、そうなの、パソの切りあるでしょ、うん、カンチャンガのスーパースターね、さあ、お、スーピン通ったピンズプッツ、おー、早い、わお、スーソー、スーチーソー、スーチーソー、入りちゃす、エンタンピンツモ、休め、赤ドラ、6000オール、うえ、いいスタートだ、怖えな、あんなの、売る形じゃなかったけど、うん、そうだね、売る形になるとしたら。パソ入って、うん、ダマ。さ、うん？いいシャンプー。リアピン。1223っていらんの、ね？の時の2って一番。まあそうね。しかもあの3ピンが1枚上向いてるしさ。そうでしょ。なんだろう。でしょ。ちょっと9ピンは勘弁してよ。きついねこの展開。ダララス、まあ、ジャンタマになってくると、うん、僕は知ってますよこれ、え、これこういきますかね、これ振っちゃうともうねダメなやつ、いや、まああのほら今回はさ、うん、現物が2枚あるから、うん、ちょっとこうしましたよ、はいはい、押してもいいよね、うん、現物なかったらちょっとある程度ね、でもいいから言ってる、言ってもよかったかな、ね、これ今頃何、ウーパーソー、はいはい、スーソーとイーマンを押してウーパーソーね、うん、いやこれはどういきますか、きついね、こういきますか、マジ、うん、なかったね選択肢に、なかったよね、ない
サンマじゃ切らないですこの山荘は。うん、まあサンマだったら押してるんだけど。点数がなかなか取り返せないイメージがある。そうですわ。うわ。計算通りです。ペンチーソー。リーチ、ズモ、ジャンタ。サンキュー、4ソウル。きついね。もうこうなってくると目指すわ。きついね。2着。いや3着っすね。今のさすがに押した方が良かったのかな、微妙だな。これ振ってしまうと、うん、押しラスを押し付けられる展開になると思うか。いやあれはね、うん、どうだろうね。まあ現物1枚だったら押してるんだけど、うん、2枚やったからね、うん、やめたね。二巡しのぎる3層通って30、うん、増えなかったけどね。増えなかってなんか酸素難航としとか謎な行動を取り出したけどさ、やだまた早いと思う。親早そうね。そうですよ。ピッと叩かれて厳しい展開だ。しかしペンチーソー、うん、定価戦ちょっと喋っといて今、うん、定価戦、うん、勝ちましたよ。おめでとうございます。ありがとうございます。プラス51ね。説明しよう、定価戦とは。今日本プロ麻雀連盟主催の、大間違いですわ。あ、四国支部主催、うん、布告ですわ。低四戦の定価戦、停止戦。まあまあ四国でやってる、G です。日本プロ麻雀連盟主催のプロアマリーグのやつですよ。ちょっと喋りながらきついね。まあでもこれね、四国の人見てますから。G です。はい、あの4位まで上がりましたよ、定価戦内。3位だと無条件勝ち抜けなんだよ、うん、3位までは。勝ち抜けはもう硬そう。いや硬くないけど、ようやくね、うん、こうちゃんと勝てましたよ、プラス51。しかも得意なルール。うん、そうっすね。プラス51ってさ、うん、すごい勝ってるんだよ。あんまりこの跳ねないもんね。そう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 。テンパイ料2万点ぐらいもらったよ。マジで。難しい選択肢があります。薄いね、イスチーマ、うん、ポンですよ。ポンだって。負けない、うーん、さすがにリーチじゃない。いや町はしょうぼいもん。1-2-2だよ。イスチーは上がれない形の止まってんで、ぐるぐる。うん、これ上がったらさ、もう2着か、2着いけそう。いやまあね、リズムドラー裏の天満が。いやもう上がれる街じゃないからさ。ズモですわ。うわ、計算通りです。ほらリボ出してたら、リボ出してたらラスまで。そうでしょ、トイトイドラ。毎回そこそこ打点がある。3万ね、ほら、うん、リーボーがだって2着順ダウンのリーボーだよ。毎回手がいいよね、うん、それで、うん、何ギリ微妙か。前出づらくなっとるね。じゃあ、え、前に何切るの。いいわ、いいマン切ろうか、うん、なんか今パーマン切ろうとしたんだけど。パーマンね、うん、なんか手役病だね、うん。定価戦、はい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 、定価戦から切り替え。ああそれもあるかもしれない。わお、あはん。こうっすね。裏ドラなしやったらやっぱリーチ手順というかね。あ、踏まないっすね。もう経典手順。いやテンパリほんとめっちゃ取ったんだよ。ルールによって点数の価値が、うん、テンパリ量親でなんかテンパイテンパイテンパイってやったよ。完全イシャンテンってやつやこれ。うん、そうっすね。これね、うん、東急ピンはリーチ打とうかな。 G です。はい、うわ。
そうっすね。3食上がらないと、うん、手薬病のままやったらあったかも、あった手じゃん。いやまあでもどれやんまんだからね。数話の先切りは打点を下げたぞ。大間違いですわ。これは、うん、宣戦布告ですわ。うん、最初始まった時に挨拶スタンプした方がいいって言ってよ。え、そうなの、うん、誰から。なんかツイッターで見た。なんてツイッターで見た。こうプロの人がそうやってしてくれたら嬉しいらしい。ああ、そうなんだ。ズモ、うん、ですわ。計算どおりです。おめでとうみたいな。まあそっか。うわ、目指すは3着。はい。3着を目指すには、うん、あそこを1回まくるんだよ。うん、知ってます。いや僕3着狙ったことないんで。じゃあ3着狙う場合は、うん、とりあえず2着に上がっときゃ、うん、なんか不都合起きても3着だから、うん、なるほど。ずっと手いいやん。そうだね。何回割った。分かってない。イースチームは1回黙った。ほら、あそこの1000点でかいでしょ。ここに来てでかい。やっぱね、上がれないと思ったからね。ポンですよ。うん、カムーマンどうしようかな。打つリーチ。打たない。カムーマン、カンチーマンなら打つ。これどうか。赤だから。そう、赤だから仕頃の3色待たない。いや待たないっす。赤ならスプリー。うん、もし仕頃の3色待ったとしても、うん、タニャオで黙りますね。うん、あ、上がりたい。上がりたい、押しといて。カンウーマンってさ、うん、まあ上がらないよね。まあ上がらないけどね。いやまあリーチ打つんだけど、これ親やりやっぱ強いから、みんなにのびのび打たせるわけにもいかないし。そうだね、ドライ1リーチ打つことによって相手がね対応してくれて上がり逃してこれもらって。そうだね、遅くなるっていう方が変わらんもんね、この人だからね。そうだと思う。スーソー押されてるけど。押されてんじゃん。うわー、スーソー持ってきてんじゃん。対応にもなるし、3色もなるし。いいスーソーで。うわぁ、来てるよ。あそこ展望あるからね。やりたい放題。やりたい放題っつったってさ、まくっちゃうぞ。2着ください。これリボ化されるのみたいね。まあでもこれはしょうがない、うん、ね、親番で、うん、積もられてもラスだし、上がったら結構いい感じじゃん。めっちゃ押されてます。すごく押されてます。うわね、これでもあれだね、うん、まともな変化特にないね。うん、いいそうか、ちいそうか。うわお、そうだね、まあ、ちいそうか。ロンですわ。おっと、少年遊ばせ。来たよ、先天差か。あそこと4700。千二千積もりたいね。このラス前大事じゃない。うん。うわお。国士。引け。三シャンテンぐらいからスタートしたいね。四シャンテン。あれ。あれ。いや九種流そうと思ったから。さあ、はい。手も落ちてきた。千点上が、ほらあのリーチも大きいよね。イースチーバーの時ね。うんうんうん。仕掛ける点だった。うん、そうだね。6万引かないかな。次は何だっけ？4700だっけ？5200。ポンです。おお。いい声。こうします。なんでいいピンから切らない。いやまあ一応ちゃんたがあるし、うん、まあなんかポンしやすいし、厄介もう一個重ねたらさ、うん、
ほら5200になりそうじゃん、うん、ちゃんとついたら、うん、なんか迷走してるね、うん、悩んだよ、うん、だってちょっとおかしいでしょこのデジョン。まあ2000点でも上がるんだけど、うん、もちろん。じゃあこれ知ってる、うん、上がりづらい。そうそう、でも、うん、まあ3品とかいいんじゃないですか。手かさらない、6万引いても切る、もう切らざるを得ないよね。うわーお、このポンだけはやってない。うーん、まあやってなくはないよね。あのほら5200に近づくじゃん、あれポンして、うん、どっちか頭作ったらさ1ピンか9ピンで、うん、5200だと一気に2着に行くからさ、生きてさ、うん、この手で行かないといけないのがきついよね、うん、怖いよ。ポン点取る？取ります。9万ないけど、うん、ポンです。ね、あのスープ切り良かったでしょ。1200ほら良かったでしょ、あのスーピン良かった。しかも上がるし、この3品マジリーチなのです。ネギ置かれたし2000点差か、押すの。いや待って、このさちょっと待って、二巡しなげる9万切れば、いや数万はちょっと常人には切れる範囲じゃないよこれ。リーピンぐらい押すよ、数万ってすごくない？危なそう、うん、一番人気だよね。ぐらい押してテンパイ取ろうか。ツモなのです。あ、うわお、きついテンパイ。スーチーマン一発キャッチ。リーチ、ツモ、ビンフ、ドラ、ドラ。マンガン。これさすがにラス引きそう。そうだね、4700点か。あのリーボー出さなくてよかった。はいはいはい。うん、もうちょっと一回も上がってないしね、ちょっと上がるとこ。ああそうだ ね、これ残休4人は上がって、うん、オーラス500銭積もってもらって、うん、同点、うん、ね、うん、そうでしょ。ラスを引かないということでやらさせていただいてますからね。うん、いやまあラスを引かないというか、この効率よくこうポイントを貯めていくというのでやらさせていただいてますよ。そう。ち。三品切って。三品ちだね。ウーピンポンでもいいよ。うん、お。おじゃないよ。感想書きます。ジお、言うてたやつ、うん、全部だ。もうあとはいやローピンどうしようかな。ローピンどうする？ローピンする。うん、嘘いらない。
これ、うん、行かないといけないね、うん、ポンポンニャ。場所だね。老僧の知恵の天杯取れるけど、うん、まあでもそれよりかはさ、うん、馬にくっついた方が上がりは拾いそうじゃない？うん、まあしょうがない。もうこれもうしょうがない。ネギ置かれたし、もう何も、これ飛ぶね。何も聞こえない作戦いくか。何も見えない。怖い。怖い。何も、あ、これ何気に差し子になってんじゃん。何も見えない。何も聞こえない。うわ、いらないよこれ。何これ。あ、これポンだね。チーピン取ってる。ロンです。上がりきった。何も聞こえない作戦ね、うん、すごいでしょ。こんな麻雀もできるんだよ。できるんですね。しかもこれまくってるから。リーボーがついて、はいはいはい。いや、今のうまかったね。うまかった。馬残しからの、うん、馬とどめたね。うん、行き切ったね。馬とどめた上に行き切った。何も聞こえない作戦、うん、もうこれ見とくだけっていうパターンもあるよね。3茶で2着とは。あ、2着、うん、5600点差。はい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 。まあ多分1223ぐらいだろうね、うん、これリーボー出すと、うん、ラスルね。これイシャンテンじゃんこれ。リーチ打たないやつよ。うんうん、急走切って、おい、おい、チパゲの3色。うん、気持ちいいか。うん、2着まで狙える手になったら狙うよ。狙わない。いや、狙えるんだったら狙うよ。僕もあの3着より2着の方が好きだからさ。リャンピン、スーピン縦に引いてきて、うん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 、ポンなのです。うん、うわ、早そう、早そう。打てない。これ打てないね。俺だから行くしかないし。うわ、何？観戦チケット取る？ちょっと待って、これ難しすぎる。ちょっとこれ観戦チケット買いますか？降りれるこれ？いや。うわ。あ、しかも2着だ。マジで。観戦チケット買ったかやったね。すごい。すごい。大きいとこ。この2着すごくない？この2着すごいね。しかもほら見て、あの時出さなかったリーチ帽。むちゃくちゃ。イチチーマンの。伏線回収したやん。これ。いやー、すごい展開だったね。このゲームプラス11もらってよ。すごくない？褒めてちょっと。たまには僕はトップの人すげえなって思った。そらそうや。そらそうだね。7万点すげえ。ふてすけさんおめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで次回逆にね、このぐらいのトップね。そうですね。はい、取りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。 See you next time. じゃねばい。じゃねばい。